だってミサとは愚かさとはそれでないか見せつけてやる。大人になってたナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない何か足りない困っちまう、これは誰かのせい、あてもなくただ混乱するエイエイ。それもそうか、最近の流行は童貞の把握、経済のどこも突き抜け重要な推理で入社しまう、社会人が童貞のルールです。するのはノンセンク、だから言葉の重厚をその頭に突きつけて打てば間違わない、止まれやしない、不平不満垂れて慣れの果て、サビスティックに変貌する精神、そうだりんな避けないか、ずらすあればすぐに研ぎなさい、みんなが詰まりやすいように串外しなさい、家庭や注文は先人の気不分に伝え声援のマナーです。Say